ウェイスコチャガです。今回はですね、まあいつもの通り登録者が100人ぐらい減ってしまう編成をね、見つけてきたんですけど、まああのコメント欄で1個は絶対、嫌なコメントが来る編成見つけてきたんですけど、まあそれはね、今回検証していこうかなということで、めっちゃ強いんすよね。やっていきましょう。はい、ということでやってきました。これね、投げ3編成なんですけど、まあこれあのネタ枠、まあネタ編成として結構有名だったんですけど、こんなにね、なんか木とか草むらとかいっぱいあったら強いんすよ、投げが。でモーティスとかもあの入り込めないんですよね。この3人近くにおったらさすがに勝てないんですよ、モーティスでも。でエドガーとかでももう来れないんすよね。もうあの女性専用車両みたいなもんもう来れんから、君ら来れんから、こっちの世界やれ、来れるもんなら来てみなさいっていう、もうそんな理屈なんで、もう勝ちなんよ。で、なんか2人になったら、もう喧嘩と一緒で、やばいやばいやばい、あ、ちょ、あの、俺先殺すんやめてもらっていいっすか本当に。主役というか、見てるだけやん。いや、一番殺してほしくない人を真っ先に殺してくるやん。なんでよりによって俺な。バーリーとかおったやろ。マジか。まあまあ、こんな感じで、まあ、勝っていくと。いや、これほんま、シンプル強い。これ、シンプル強い。で、ちょっとあのエドガー分かってんね。先に俺を倒すっていうのは分かってんね。で、一人なんか味方やってるんで。まあまあ、これはもう、なんていうか、時代来ちゃった。投げ時代来ちゃった。で、あいつ一人と。ちょい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 なんで俺だけなん？え、なんで俺だけなん？嫌いすぎやって。なんでなん？それ、俺やりたかったって、それ。その、二人で倒すみたいなやつ。え、ずっとハブってくるやん。いや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 。俺も動きたいって。見てる見てる。え、あ、確かにゲーム実況って、そういうこと？あ、これが本当の姿？本来ある姿にたどり着いてもだ？いや、違うって。ゲームをやりながら実況したいんやって。これもうただのアナウンサーやって。え、違うんよ、種類が。まあまあ勝ったけど諦めてんじゃん。うわ、おお、神モーティス来てるって。神頑張れって。でちょっとね、ティックちょっと羨ましいなってことで、ティック一番投げで射程あるんで、こいつ楽しそうやなっていうことなんで。いやいや、あー、やばいやばいやばい、ちょうどやばい、ぴったりやばいって、やばい、あー、強すぎるってこれ強すぎる。いや、もう無理やって。諦めなさい。無理やって。さすがに。もう1対3やって。もう、木刀持ってる人が拳銃突きつけられて、3人に。無理やって。無理やって、もう、諦めなさい。どんな凶悪犯でも、これは、もう、諦めるぜ。はい、ガジェット使って。やべえ。やべえ、時代来てもうた。ダイナマイクの時代来てもうた。マジで？ダイナマイクとティック？あれもうなんか時代が追いついてきてる？さては。まあでも敵一体レオンいるんで、まあそこがどう転ぶかっていうところなんですけど、おっと、あのダイナマイクシャシャってきましたね。え、やる気？天下のスプラウトとやる気？あ、やばい！まあまあ、こんなん装飾系男子からしたら草食えば回復するんで。よしよしよし。あー、虐殺の実感が始まってまいりました。申し訳ねー、ごめんな。あれやってんね、君。職務質問中に警察官やっちゃったね、君。君やっちゃ、あー、危ね、やっちゃいましたね。まあ、これガジェット強すぎん。さあ、これはもう勝ちでしょ。こんな、なんかアンパンマンの右コブみたいなやつに負けるわけないんで、さあ、ゆっくり追い詰めていきましょうか。まあ、残り9秒なんで別に焦る必要もないんですけど、まあまあ適当に倒してあげて。よしよしよし。いや、ひでえ。いや、やっぱレオンじゃないんやって。投げ3なんすよ、結局。結局そういうことなんすよ。まあ、とりあえずここにウルトを置いて、で、ちょっとイモれないようにして草むら吐いてあげて。はい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 。まあまあまあ。まあまあ、かかってきなさいよと。まあ、レオンのウルトがちょっと、怖いんですけど、レオンのウルトが溜まったら全員で集まって、あったまって。いやー、これ、あれ、レオン
レオンどこ行った？ちょっと待って待って待って、レオンどこ行った？集まって集まって、ちょっと坂、うわー待って、うおレオン強い、あれやばくね、これ破られた、この戦略もしかして終わった、時代変わっちゃった、これレオンの方が強い説なんかあるにはあるけど、まあまあこれもう一回やって勝ったらこっちの方が強いってことが証明されるんで、まあ次勝ちますか。うわやべやべやべ、マジで負けるって、よしよしよし、あーニヤニヤしてんね、おーバッドピンズ出してんね、やってんね俺らあの仕返しというか、なんかその威圧が足りてない、気合の面で負けてるって。でとりあえず、え待って、最悪やん、またアナウンスブロストなってるって、おい俺もブロストやってないって、まだブロストやってないって、ちょっとしかやってないって、これやば負ける、いやーちょっとそれ倒してほしい、あかん俺死んだからやこれこうわアナウンサーブロストやってまた、全く関係ないけど写真流出したみたいですね、俺の顔というか顔、なんでなマジで、いやそんな1時間半の生放送で仮面一つでブロスターやってたらそんなん出るやろ普通、あんな紙切れ1枚あの豆まきじゃないんやから、あの仮面豆まきようやって、絶対ミスってるってやられたマジで、まあまあの見たい方はなんか適当に最弱王とか見てくださいっていう宣伝でした以上です。いやまあまあ普通に強いなこれ、いや強いが、しかし俺のメンタルはまだ回復していない俺のメンタルはまだ回復してないんで、じゃあなんかあの次回ぐらいにストレス全ぶっぱできるブロスやってみたいですね、なんか企画あったら教えてください。いや強いんよなこれもうなんか投げ、これ一発投げたら400回復、マジえぐいって、死なんやんこんなんされたら、はいはいはいいやーなんかあの実況能力失った、マジで最弱王の話したら実況能力失ったって、はいまたレストをしてあげて、よし、うん、なんか締め方ミスった、はいということですね、まあ一触即発っていうこのノックアウトのマップ、まああの投げさんがねめちゃくちゃ強くなってるんで、まあ、よかったらあの友達いる方、いる方っていうのはあれか、いる方っていうのは友達いる方はぜひやってください。今回のご視聴ありがとうございました。